100均ショップの、ダイソーでメスティンを買ったのとほぼ同時やったかな。それかこれの方が後やったかな。はい、ピークスのねオリジナルビッグフライパン、はい、そんなね付録がついてるんで、まあピークスはね好きなんで、付録ももちろん好きなんでね、今回も購入することにしました。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル付録開封ということでね、今回もね前回に続き、あちゃうわ、前回付録ちゃうかったな、はいはいはい、ちょっとね頭ボケてますわ、はいはい、今回は、付録開封、はい、少しね山登りを始めてから、まあ低い山なんですけども、ピークスはねほぼ毎回いうか、買ってるんですが、付録の方もね結構いいのがついてて、以前にもね、こういった金属物、どれやったっけ、あこれこれ、これは何ちゅうんやろな、はいはい、でこれね、これもですわ、はい、全てねピークスの付録なんですけども、めっちゃ気に入っててずっと使ってるんですけども、今回ねこの付録をちょっとね開けてみて、ほんまにこれフライパンで使えるんかなとかね、いろいろ考えたんですけども、まあねそんなに肉とかでかいのを火で使えへんかったら使えるとは思うんですけども、ただね熱いんちゃうかな思って、これステンレスやし、でこの部分にあのシリコンチューブでもはめたらいいんやけども、これがねちょっとはめにくいんですわ、外れへんし、それとねはめてもなんか、こういう風に収めたら取っ手部分がね綺麗に収まれへんのちゃうかないうことで、まあね今回はちょっとあのそんなまた後で説明するいうことで、ちょっとねお皿みたいな形で使っていこうかなって思ってるんですわ。それでね前回の100均メスティン、その時にご飯炊いたんでね、そのご飯を利用してねワンプレーというね、そんな感じで昼飯みたいなのを作ったんで、はい、その模様をねちょっと見せていきますね。まあね、70になってるんですけども、まあいろいろ運動もしてるんでね、全然健康には問題ないんですけども、やっぱね老眼とか耳が遠くなったりね、まあねそういうことはね年齢なんで仕方ないんですけども、この前もねなんかテレビで同じようなこと言うとんなーってね思ってたんですわ、すいません、和太鼓の DVD 探してるんですけどもってね言ったら、そこの店員さんがお年寄りなんで、え和太鼓の DVD ですかってねはいはい、そんなね聞き違いのはね我が家でもね日常しょっちゅうあることなんで、この前もおばあちゃんと一緒に、買い物行って、車から降りて店の方に行ったら、おばあちゃんがやっぱあれやな、いまだにコロナの影響でどこの店でも入り口に消毒液いまだに置いてるねって言うたら、まだ消毒液置いてるのか、それやったら買い物終わったら2個買うて帰ろうか、そんな考えもせんような聞き違い。それとかそんなおじいちゃんよそ見ばっかしして脇見ばっかして運転せんと、ちゃんと前見て進行方向見て運転しなって言われても、銀行強盗せえてかってほんま何を聞いてんのかいう感じですわ。まあこの年になると聞き違いとか思い違い思い過ごし、そんなのがよくあって、夜更かししててもだいたいね朝起きるのは結構早いんです。で自分の動画のコメントにカチャ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 ねいろいろやってたら、おばあちゃんがもう朝からうるさいな、まだこんな時間やのに何カチャ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 してんの、変身してるんやから、仮面ライダーにかって仮面ライダーにその変身ちゃうけどって言うたら、ほんだおばあちゃんが仮面ライダーシルバーやなって、頭ボケてんのか頭シャキッとしとんのか、ほんまに思わずグッドボタン押しましたわいかがでしたか、ジジイの付録開封。
何話してたよ。 はいはい、次回もよろしく。はい、そんなんでね、肝心な話全然してなかったんで、後半はね、その付録の肝心な部分をちょっとね、話していきますね。あの、この細い取って、細い言うたら怒られるんかな。もうね、いっそのこと、このフライパン言うて、名目でするよりも、お皿っちゅうた方が良かったんちゃうかなってね、まあ、じじいは思ってんねんけども、あのこの部分ね、結構細いんで、まあフライパンいうイメージはジジの場合は振ってね使うイメージがあるんで、まあ置きっぱなしで肉を炒めたりするね、そういう感じじゃ全然ないんですわ。少し料理してたんでね、フライパン言ったら振るもんやいうので、この部分ね、ここにチューブ入れたらもうギリギリまでね、この取っ手が来てるんで、うまいことこれね収まれへん思うし、それやったらね、もういっそのことをもうこれはお皿として使うつもりで、この部分を普段からしまい込んどいてね、コールマンとかでね挟むやつ、あの取っ手いうかクリップいうか、はい、もうすぐ名前が出てきへんねんけど、例えばね、バゴのこのチタンのやつね、こんなやつで、はいはい、こんな感じでね挟み込んだら全然振るのもね、全然はいはい振れるしね。あ、振ってたら思い出した、リフターや、はい、リフターね、こんな感じ。もう他にもね、ちょっとね、おしゃれな言うたらいいか、なんて言うたらええんやろ、赤いね、赤いリフターを持ってるんですわ。それもね、はい、これなんですけども、こんな感じで挟んだら、まあね、挟むだけで、普段それつけっぱなしにできへんのちゃうんとかね、思ってる方もおられると思うのですが、これ、この輪っかの部分ね、コードを束ねるマジックテープ、あのライトなんかね、この部分がここが狭いんで、イレクターパイプなんかで、車の中の場合ね、吊る時にいつも最近ね使うようにしてるんですけども、普段こういうのねつけといた方が、この本来の部分がねちょっと狭いんで、紐とかにね引っ掛ける場合はいいんやけども、太いパイプに引っ掛けるときはね、こういう感じの、こんなんを100均で買って今みんなにつけてるんですわ。紐で慌ててキャンプ場で紐でくくるいうのはね、それはちょっとみっともないなあいうことでね、準備さえしておけばかっこよくね収まるんで、それをね今回今このグリップの後ろの部分ちょっと見てるでしょ、こういう感じにはめてから、ここね、はいはい、こんな感じで縛るいうかね、止めておいたら、ほら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 ね、で紐じゃないしね、輪ゴムなんかで止めてもかっこ悪いしね、やっぱりかっこですわ。はい、ただねちょっととあれですわ、荷物がまた一つ増えるいうことでね、まあリフターをいつも持ってる方やったらね全然問題ないんですけども、リフターをね普段から持たないようにしてたらね、ちょっと荷物が増えるいうことがね、それがちょっと難点かな。はい、しかしこれよりもかっこええんちゃうかな、振っててね、振ってていうかフライパンに使ったら多分熱いんちゃうかなこれ。はい、知りませんけど。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70。ジジイは70歳。少し耳が遠くなってきました。老眼もきつくなってきました。それでもますます元気で遊んでおります。おやすみ。